プーチンは仲間割れを楽しんでいるロシア軍と傭兵部隊が殺し合いを始めた本当の理由ロシア軍と傭兵部隊が味方同士で殺し合う。 ロシア傭兵集団ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジン代表がウクライナ当局に対しロシア正規軍の配備位置を教えると持ちかけていた米ワシントン・ポスト紙が5月流出した米国防総省の機密文書をもとに報じた同紙によるとプリゴジン氏はロシア軍の位置を開示する見返りとして 東部ドネツク州バフムートからウクライナの部隊を撤収させるよう求めたというワグネルは激戦地となったバフムートにおいて激しい損耗を受けているロシア兵の命を差し出すことで部隊の被害を軽減する狙いがあったとみられる異例の申し出について同志はプーチン大統領が反逆的な裏切り行為とみなす恐れがあると指摘する プリゴジン氏は以前からロシア軍への不満を公然と並べ立ててきたが、苛立ちがついにピークに達したようだ。別の事例として複数の米メディアがワグネルの一部の傭兵部隊とロシア軍部隊とが4月交戦状態になったと報じている。友軍同士で死者を出し合ったという。米軍事メディアからはプリゴジン氏とロシア軍司令官らの間に漂う不和は、 そもそもプーチン氏が意図的に招いたものだとする分析も飛び出した国内の二つの勢力を競わせることはプーチン氏お得意の手法だがそれによって友軍を非難し攻撃し合うという理にかなわない事態が生じているようだ傭兵集団トップがウクライナに機密情報を流そうとしたわけワシントンポスト紙は5月 プリゴジン氏が友軍部隊の位置の開示という異常な申し出を行っていたと報じている。申し出は1月下旬に行われており、同氏は彼の傭兵部隊が数千人単位で死んでいく中の出来事であったとも指摘する。記事は流出した機密文書をもとに、プリゴジン氏がウクライナ防衛省の情報局、 HUR に対し、ロシア軍の展開地点の情報を提供すると持ちかけたと報じている。市は、夫人に関するこの情報をもとに、ウクライナはロシア軍を攻撃できるとまで明言していたという。二人のウクライナ当局者は同市に対し、プリゴジン氏が HUR と繰り返し接触し、このような提案を複数回持ちかけていたと証言している。ウクライナ側は、 プリゴジン氏が信頼に足る情報を提供しない恐れがあると判断し、交渉を拒んだという。ワシントンポスト紙はまた、流出した別の機密文書をもとに、プリゴジン氏がウクライナ軍に対してロシア軍への攻撃をけしかけたとも伝えている。ロシア軍が弾薬の補給に手間取っている事実をウクライナ側に明かした上、 ロシア兵らの士気が低いうちにクリミア国境付近での攻撃を加速するようウクライナ軍に助言したというロシア軍よりも高い戦闘意欲を維持しているとされるワグネルだが流出文書は別の側面を物語る激戦地バフムートへの出陣を躊躇する戦闘員も多く部隊の士気は顕著に落ちていた模様だ 疲弊する自社の傭兵部隊を守るべく、プリゴジン氏はロシア兵の情報を突き出したという経緯のようだ。傭兵集団が抱えるロシア正規軍への不満ロシア軍に対するプリゴジン氏の不満はこれまでにも薄石していた。ロサンゼルスタイムズ氏はプリゴジンと軍上層部の賢悪な関係は、 2014年のワグネル創設に遡ると指摘するウクライナ戦争においても折に触れプリゴジン氏がロシア軍の無能さを揶揄してきたと同氏は述べる今年5月には進軍するワグネルの速報を固めるべきロシア軍に対しその役目を果たしていないと非難していたワグネル本体を護衛するはずが数十人かごく稀に数百人ほどの兵士しか現れず かろうじて形勢を維持している状態だったという。こうしたロシア軍の弱体ぶりにプリゴジン氏は常々苛立ちを募らせているようだ。A タイムズ氏はバフムートの前線で活動するウクライナ軍の将校の証言をもとにワグネルとロシア正規軍には明確な能力の違いがあると指摘している。ウクライナ軍の代替で諜報活動を取り仕切るジュトコフ氏は同氏に対し 猛襲を重ねたワグネルの部隊からロシア軍に入れ替わった途端ウクイライナ軍としては戦闘が相当にやりやすくなったと述べているワグネルが去ってロシア正規軍に後退した途端彼らは陣地を放棄したのですこれがもしワグネルの戦闘員であれば最後の最後まで陣を守りますジュトコフ氏はその理由について次のように分析している ワグネルの多くは囚人ですね。だから戦闘を行うか牢屋に戻るかの二択だと分かっているんです。けれどロシア兵たちには動機がない。なぜここでたた戦っているのか理由が見つからない。だから恐怖を感じるとひたすら逃げるんです。ロシア軍が自分の戦闘機を撃墜させたとほのめかす。 プリゴジン氏の立場からすれば激戦の末に勝ち取った陣をいともたやすくロシア軍に放棄される氏の不満はこのような不甲斐なさから蓄積しているようだ腹に据えかねた氏は繰り返しロシア軍の混乱ぶりをあげつらっている5月上旬にはロシア軍が自分の軍用機を撃墜したと示唆する発言をネット上で行った氏が揶揄するのは 空軍が一日で4機を失った一件だ。軍事防衛情報サイトの米タスクパーパスは5月13日がロシア軍にとって最悪の一日になったと振り返る。ウクライナ国境付近にて同日 SU-34 戦闘爆撃機1機、SU-35 戦闘機1機、そして MY-8 輸送ヘリコプター2機が墜落し、 1> 1日で4機を失う3時となったうち SU34 は落下中に炎上する様子が動画に撮影されているロサンゼルス・タイムズ紙によるとロシアが自軍機を誤って撃墜したとの見方が出ているようだウクライナ空軍のユリー・イナト報道官はウクライナの関与を否定しロシアが自軍を攻撃したとの見方を一時示した 報道官は冗談のつもりだったとして、後に発言を撤回している。だがこれに同調したのがプリゴジン氏だ。同氏によると、メッセージアプリのテレグラム上でプリゴジン氏は、4機の航空機。その墜落現場の上に円を描けば、直径 40km 以内に正確に収まる。その円の中心にどんな防衛兵器が位置するのか、 皆さん自身でインターネットで調べてみてくださいと発言。ロシア自身が配備する防空システムに撃墜されたと示唆した。ロシア人がロシア人を撃ち殺す異常事態。プリゴジン氏とロシア軍はもはや対立を隠し立てすらしていないかのようだ。こうした亀裂が工じ、ついに両陣営に死者を生じた可能性も出てきた。 軍事情報を報じるタスクパーパスは5月上旬、ウクライナ政府発表の情報としてワグネルの一部傭兵たちがロシア軍と交戦していると報じたウクライナ東部のルハンスク州でワグネルとロシア軍の間にいさかいが発生し本格的な銃撃戦に発展したというウクライナ政府は複数の死者が発生したとしている ウクライナ軍参謀本部が4月23日に発表した内容によると、両陣営は互いに敗退の責任を転嫁し合い、戦術的誤算と人的損失の原因を相手になすりつけ合っていたという。これが銃撃戦に発展したとしている。米インサイダーも本件を取り上げた。ウクライナ側の情報をもとに、ロシア軍とワグネルの傭兵らが、 戦戦争の失敗を互いいににめたた末に銃撃戦で殺し合ったと記事は報じている本情報はウクライナ側からの発表内容でありロシア側が公式に認めていない点に注意が必要であるだがワグネルトップのプリゴジン氏とロシア軍を率いるショイグ氏との度重なる不仲を考慮すれば一概に不実とも断言できない現状がある。